さあ始まりました、ナトリのテレビです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はコメント返しやっていきましょう。前回のねコメント返し会の動画がその前ね少し間が空いてしまったので、だいぶ放送自体もね長くなっちゃったので、少しねコンスタントに皆さんのコメントをお返ししながらお話ししていこうかなと思います。はい、ということでじゃあ早速いきましょう。まずは前回のコメント返し動画にいただいたのが、いつも楽しく視聴させていただいてます。モスのフラッフィー54が気になってるのですが、なかなか取り上げられないモデルなので、イダの解説をお願いしたいです。ちなみに自分は180センチの77キロですってことですね。まあ、モスのねスノースティックですね。こちらはモススノースティックのフラッフィーっていうモデルがあって、まあ確かにね、まあこれもねまだ発売されてそこまで経ってないっていうのもあると思うので、なのでそこまでまあもしかしたらまだ浸透してないのかなと思うんですよ。でこれはおそらくね前回ジェリーフィッシュを紹介したやつを見ていただいたんじゃないかなと思うんですけども、まあその僕がね紹介したジェリーフィッシュと比較すると、まあせっかくなんでね軽く少しだけちょっとお話しすると、前回ジェリーフィッシュに比べて全体的にちょっとボリュームがあるみたいな感じのイメージでいいんじゃないかなと思うんですよね。前回ねジェリーフィッシュはすごいこう小回りが効いて、で全体的にはロッカーしてるから旋回性も良くって、で後ろ足でこう引っ掛けて遊べるみたいな、でその辺のシステムは一緒なんですけども、まあ分かりやすいところで言う とウエスト幅は一緒なんですよね。ウエスト幅一緒、サイドカーブ一緒で、接節長も一緒だけど有効エッジが長いんですよね。有効エッジ長くしてあるんですよ。なのでその分、要するに有効位置が伸びている分、ノーズワイドも少し太くなってるんですよね、ジェリーフィッシュと比べると。なので、そんなに大きな違いはないんだけど、でもちょっと若干ボリュームがあるような感じる。であとはテールもね、スワローにしてなくて埋めてあるので、なので少しボリュームがある風な感じで、さらに、まあ、パウダーとかもね、そっちの方が少し強いかなっていうのと、プラス、まあ、しっかりとね、エッジ立てて、こう、キューッとね、こう、カービングさせるのもしやすいかなって感じなので、なので、もう本当にざっくりなイメージで言うと、ジェリーフィッシュの方がものすごく小回りが効いて、フラッフィーの方が少しボリュームがあって安定感だったりとかね、そういうのもあるっていう、まあ、そんなイメージでいいと思います。なのでね、結構、180センチ77キロということなので、結構ね、しっかりした体格の方だと思いますので、もしかしたらこっちの、ジェリーフィッシュだとちょっとこう、ちょこちょこ動きすぎちゃって、ね、操作しにくいってね、むしろ思っちゃうかもしれないんで、こっちのボリュームがある方にしとくっていうのもありかもしれないですね。はい、そんな感じで、ありがとうございます。さあ、次行きましょう。いつも動画参考にしています。今シーズンよりドミネーターワックスデビューしました。ズームグラファイトを使う際ですが、まだ余ってるガリウムの高フッ素のワックスなど混ぜて使うのはあまり良くないのでしょうかってことなんですけども、これもね、結構よく聞かれるんですよね。やっぱりそのメーカーでね、混ぜたらあんまり良くないんじゃないかっていうのもよく聞かれるんだけど、厳密に言うと、別に大元は一緒なんでね、大元は一緒なので、別に混ぜたからって言って何か障害が出るってことはないんですけども、ただ、これ、ズームグラファイト、で、ズームっていうのはサーモアクティブワックスって言って、普通にいろんな温度のね、節温に、こう、ワックスが自動的にこう対応してくれるっていうものなので、で、そう考えると、せっかくこのサーモアクティブが備わってるズームに、なんか他のもの混ぜるっていうのは僕はあんまりね、おすすめしませんね。はい。別にダメってことはないんですけどね。全然そのね、全く機能が損なっちゃうってことはないんだろうけども、でも僕はね、せっかくね、ズーム、ね、そのサーモアクティブ備わってるんで、そこになんかね、要は違うシステム。この辺もね、今後ちょっとワックスの解説なんかもしようと思ってるんですけども、このサーモアクティブに関してはね、なんかね、細かくちょっと言えないんですよ。一応企業秘密みたいな感じなので、どういう仕組みなのかっていうのは言えないんですけども、一応ね、まあ僕は結構詳しく教えてもらったんだけど、まあまあそれも考慮すると、あんまり一緒に使わない方がいいかなと思いますね。はい。まあせっかくのね、高フッ素のワックスでもったいないなと思うかもしれないんですけども、まあ、あとはあれですかね、よっぽど、まあ高フッ素ってことなので、もうべちゃ雪取ったりとか、そういう時にまあ少し混ぜて使うというのは別にそこまで問題はないと思いますのでね。はい。って感じでしょうか。ですね。はい。よかったら参考にしてみてください。はい。さて次行きましょう。BC ストリームの名前が出てきて驚きました。BC ストリームの S を乗ったら感想を聞かせてくださいってことですね。
BC ストリームの名前が出てきて驚きましたってことは、僕にあまり BC ストリームのイメージがないということですかね。まあ確かにね、あんまり乗る機会はなかったじゃなかったんですけども、まあ先シーズンはね、乗りに行ったりとかもしましたし、あとね、S もね、S はでもね、もうだいぶ前ですね。多分それこそもう10年以上前かな、に1回乗ったことあるんですけども、まあおそらくそのところからね、多分仕様なんかもいろいろ変わってるんじゃないかなと思うのでね、はい。まあまあ、もちろんね、国産メーカーさん同士とかだと割と知り合いとかもいるので、僕もまあ BC ストリームの方とかも知ってますしね。で、それでこの間ちょっとね、先シーズンか、久しぶりにちょっと乗らせてもらったって感じですね。はい。また何かね、またあとシーズン入った、今シーズンはなんかいろいろ、またね、いろんな板乗りに行きたいなと思っているので、ちょっとその辺ももし乗ったらお話しましょう。はい。じゃあ次行きましょう。BC の DR のコメントしたものですってことですね。丁寧に。解説ありがとうございます。解説参考にさせていただいて、いろんなセッティングや乗り方にチャレンジしてみます。ですね。はい。これね、前回のコメント開始の時に、まあ僕があれですよね、確か満点系のボードでノーズロッカーとかしてるやつだとこういう風に乗った方がいいですよ、みたいな風にお話ししたんだけど、ちょっと DR だと、ちょっと相当同じような乗り方がちょっとできないみたいな感じだったんで、いや、まあ確かに、もうそれはその辺はもうやっぱりメーカーさんの考え方とかによって、細かくね、いろいろ仕様変えたりとかしてるので、はい。で、まあこの時にも言ったんですけどね、僕なんかこうやっていろいろボード解説みたいな、いろんなボードの仕組みの解説みたいなことやってますけども、あくまでも僕はその、まあ基本的なことというか、まあこういうものってこういう風に作ってるよとかね、こういう形のものってこういう風に乗った方がいいよみたいなことは言ってるんだけど、あくまでもまあ基本的なことをお話ししてるって感じで、その先っていうのはやっぱメーカーさんごとにね、それぞれやっぱ特徴を出すためにね、変えたりとかしてるわけなんで、そうなってくるとまたね、僕が言ってることが、なんか違うじゃんみたいな風にね、思われることもね、たまにあるんですけども、はい。その先はやはり、ね、それぞれやっぱ特徴っていうのを皆さん出してるのでね、メーカーさんごとに。はい。その辺もちょっと見ながら、気にしていただければなと思います。はい。じゃあ次行きましょう。次が、ステップバックロッカーの動画ですね。こちらの動画にいただいたのが、爆発するようなスプレーを上げたい時にはこういう板の方が良さそうなのかな。聞いていた印象はそういった感じです。この板のテール形状も独特ですが、この形にした狙いを知りたいです。ということですよね。まず、爆発的なスプレーとかね、よくね、やっぱりそのスプレーをね、かっこよく上げたいみたいなとかってあるじゃないですか。で、スプレーを上げるっていうことで言ったら、それこそ以前紹介したピンテールですよ。はい。あれはもう板が横にずらしやすくて、さらにテールがしっかりあるんで、ピンテールでスプレー上げると思ったら、ほんとバーってもう。あれはね、スプレーを上げるっていうことだけで言えば、ピンテールがやっぱいいですね。はい。だからピンテールね、すごい優秀なんですよね。優秀なんでね、ぜひ今シーズン皆さん試乗会って乗ってみてくださいね。はい。で、テールの形が独特ってことなんですけども、まあ要するに、これモスさんね、よくやるんですよね。この、要するに有効エッジだけ短くするっていう。要するにウィングスワローとか、まあウィングピンも一応そういうタグになるのかな。モスさんの、スノースティックのウィングスワローってモデルがあって、それも、要は有効エッジだけ短くしてあるんですよね。で、後ろは残してあるみたいな感じなんで、なのでこのジェリーフィッシュとか、あとさっきね、紹介したフラッピーも、テール側の有効エッジをもう短くしてるんですよね。要するに引っかかりを なるべくなくすようにして、でも後ろは残してあるみたいな、そういうやり方なんですよ。はい。この辺もね、ちょっと意識しながら、ぜひ試乗会なんかでも乗っていただけたらなと思いますね。はい。じゃあ次行きましょう。次が、減点スティックの動画ですね。これがスピードマスターを軸に、まあちょっといろいろとマジックとかゼファーとかも比較してお話ししたやつなんですけども、こちらにいただいたのが、現在はスクーターマックス160をメインに数本乗ってます。数値やキャンバーのスペックから言ってもスピードマスターに乗ってみたいです。過去以前スピードマスター動画も見ました。20万円もするので相当な断捨離をする必要がありますが、てんてんてんということでね。はい。まあ確かにね、原点さんも結構20万超えのボードとかも多くなってきてますからね。はい。まあまずは、そういった場合は試乗会から、はい、乗ってみるっていうのもいいんじゃないですか。ねスクーターのマックスもよく聞きますよね。フリーライディング系で人気があるボードですよね。はい。じゃあ次行きましょう。次が、ソル材のお話ですね。これ結構ね、なんかまあ評判良かったというか、結構たくさんの方に見ていただいたりとかしたんですけども、ソル材のね、可塑性のついてのお話しした動画に対して、まずいただいたのが、正直言ってハイシーズンはどんなソールでもいいと思います。早いソール、遅いソールも、
高速リフトを降りた時くらいしか感じないので、春はグラファイトソールが欲しいですね、ゴミだらけになっちゃいますってことなんですけどね。まあね、確かにね、ハイシーズンの雪がいい時って、まあそのソール材に関係なく、もうワックスとかもね、まあ、正直そこまでね、差が出るかって言われたら、ね、いい雪の上走ってる時ってそんなに大きくな、ね、差が出ないんで、まあ確かに、はい、確かにおっしゃる通りだと思いますね。はい。はい。まあ特に、まあだからやっぱ春先ですよね。まあワックスなんかもそうですけど、やっぱり春はね、きちっと力入れてやった方がいいと思いますので、まあこの辺もね、今後またワックス関連の動画も上げていこうかなと思ってますので、春雪はこれ使った方がいいですよとかね、ハイシーズンはこれがいいですよみたいな感じでね。はい。さあ、じゃあ次行きましょう。次が、シンプルに一言納得ですってことですね。はい。まあそうですね。はい。あの、ソール材って、なかなかね、わかりにくかったりとかすると思いますので、まあ一応こんな違いもありますよ、程度になんか思っといていただければ、まあ本編でも言いましたけどね、あんまり気にしなくてもいいかなと僕は思ってますので、はい。さあ次行きましょう。スノーボードメーカーのカタログに掲載されているソール材の〇〇番みたいな数字で、これはいいソールだとか言い合っていた時期がありました。本来、板本来の狙いを損なわない仕様にすることが大切なんですね。ね、スノーボードでどう楽しむかをいろんな板から学んでみたいですとですね。はい。そうなんですよね。まあまあね、本編でも言いましたけど、ただ滑走性を上げればいいのかっていうね、っていうところになってくるんで、この辺はだから、まあ永遠のテーマって言ったらテーマになるのかな。まあそんな大げさじゃないかもしれないですけども、まあやっぱりメーカーね、作り手側として見たら、やっぱどっかで落としどころを見つけて、そのモデルの特徴っていうのも出していかなきゃいけないですからね。はい。ありがとうございます。そしてもう一つ、作り手側のソール材の話が出て勉強になりました。ね。はい。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。次が、セットバックの話ですね。これはもう振り返り会ということで、まあそれに対していただいたコメントが、まさにおっしゃる通りだと思います。振り返り配信ありがとうございます。ね。はい。まあまあなんかね、皆さんも、あ、そういえばそうだなってこともあると思うんですよ。これ例えば、僕、昔あの、スノーボード講習会っていうのをね、まあ最近ちょっともう全然やってないんですけども、スノーボード講習会っていうのを、2010年の頃からね、なんかこう少しでも、ね、皆さんにボードの仕組みを知っていただこうっていうことで、まあ、講習会っていうのをずっとやってたんですけども、で、それとかも結構ね、もう何回もね、受けに来る方とかいて、でも本当に、いや、この間も受けましたよね、みたいな。いや、それでもまたって言って、で、内容一緒ですよ、みたいなこと言うんだけど、いや、それでもいいんです、とかって言って、まあ、受けに来てくれて。でもやっぱり、一回、二回聞いても、あ、そういえばそうだった、とかね。あ、確かにそれ言ってましたね、みたいなのってやっぱあると思うんですよね。だからまあまあ、なんかね、僕こっちサイドとしても、なんか一回言ったしなんて思わずに、やはりこれはもう何度も何度もね、繰り返し言うことってやっぱ必要なんだなと思って。はい。それでまたね、思い出したりとか、することもあるんじゃないかなと思いますので、はい。今後も、しつこく、しつこくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、ということでね、今回のコメント開始会、これ一周です。またね、どしどし、いろいろとコメント入れていただければ、また拾っていきながら紹介したいと思いますし、あとは、毎週木曜日、夜9時から YouTube ライブ配信使って、それに関しては、もうその場で皆さんの質問にお答えするっていうのをやってますので、もうすぐなんか聞きたいとかね、特にこれからね、シーズン入ってくると、もうなんかいろいろ、なんか気になることが出てくると思いますので、まあそしたら、YouTube ライブの方もね、参加していただければ、その場でいろいろ回答しながらやっていきますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは今日はこの辺にしておきましょう。最後まで、ありがとうございました。